いつもご視聴ありがとうございます。今日はビッグエムの水のプロ、ビューリーグのグラブ紹介をしたいと思います。水のプロのビューリーグの軟式のオールラウンド用のグラブとなっております。重さは6 9 0ム 測って 690g でした、えー。他のメーカーのグラブよりもやや 10g、えー、Z と比較して 10g 重かったです。で、えー、ベルトタイプのウェーブとなっております。今ではないビッグ M です。革室は今の ランバードのマークよりもこのビッグ M 時代の方が革質はえとてもいい感じとえなっておりますえ試しにえ重さを測ってみましょう今からえ測っていきますえまずえ水野のビッグ M のえビューリーグのえグラブからいきますでこれで今水ら これでいけますね。これで、えー、591g ですね。約 591g です。で、えー、こちらが、えーえー、Z のプロステータスの、えー、軟式、えー、用最上級プロステですね。を見ていきましょう。で、こちらが 581g。えー 3です。10g ほど水野に比べてえこっちの Z の方が軽いという形になります。で、えっと、ここの親指の部分をえ分厚くしてえこっちのグラブはまあえオーダーにしてるんですけどもえ分厚くしてますこ,ここの親指の芯の部分を。ですがえこちらは。 親指の芯が薄いにもかかわらず全体的にグラブの重さがあるという結果になります今回も最後までご視聴ありがとうございました次回もグラブ紹介ハイゴールドや Z の公式グラブなどもご紹介して 重さもまた測ってみたいと思いますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。これからも野球関連、草野球などの動画もアップしていく予定でございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんのチャンネル登録をお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。